さあ今回はですね、剣坊さん、中島さん、はい、前回の続きで、カムチカラ動物ランキングという形でご紹介したいし、はい、もらってます、はい、前回がまあ10位から6位という形で、今回5位から1位という形でご紹介させていただきたいと思います、はい、はい、では早速いきます、5位ジャガー1340万パスカル、この単位はカムチカラですね、はい、人間のカムチカラが110万パスカル、ね、そうですね、はい、人間のカムチカラが、ちなみに基準で考えると110万なんで、うん、はい、そしてこの5位の、ジャガーが1340万、13倍ってことですね。このジャガー、まあ、猫科で最強といえばトラであるが、意外なことに猫科最強の噛む力を保有しているのがこのジャガーであると。単純な噛みつく力だけならトラの2倍、すごい、ね、そして人間の9倍にも達すると。体重は50キロ程度とトラの5分の1程度しかないが、体格に比べて、頭の骨がかなり発達しており、うん、頭でっかちな格好をしていると。頭が大きい分、顎の力がかなり強く、その噛む力で亀の甲羅に穴を開けて食べることもあるそう。ジャガー以外の赤猫の動物は狩りの際に獲物の喉に噛みつき窒息死させる。しかしジャガーはこの発達した顎の力を使って獲物の頭部に噛みつき、鋭い、剣歯で犬の歯で頭蓋骨に穴を開け、脳を破壊して捕まえる。恐ろしい。すごいですね。一撃やね。うん。で頭噛みつぶして仕留めるっていう。まあ顎の力を生かした狩りの方法であると。まあそれともひょっとしたらそのような狩りをずっとしてたから顎が発達したのかもしれないというのが。ちょっとジャガーには狩られたくないですね。ジャガーやばいですね。ちょっと怖いよ。5位ジャガーという形で、ね、続きまして4位だけだという形で、4位はカバー、はい、カバー1241万パスカル、うん、陸上に住む哺乳類の中で顎の力が最も強いのがカバであると、はい、肉食獣ではなく草食獣がトップということが意外だ、うん、あ、そうですね、確かにカバーは草食ですね、うん、はい、その噛む力は60キロの人がハイヒールで踏んだ時の圧力と同じレベル、うん、人間の噛む力の11倍にも上がる、うん、まあ、巨体に見合った巨大な口には長いもので50センチを超える犬歯が生えており、うん、顎は150度まで開くことができる、うん、まあ、まあカバーは口がでかいっていう、でかいね、150度まで口が開く、うん、あの動物園のスイカをバコッと潰してる映像とかね、そうですね、このパフォーマンスはありましたね、うん、はい、この太く長い牙が突き刺さると人間の胴体は原型をとどめてはいないだろう、恐ろしいですね、うん、カバのパワーは分かったけど、パワーに頼ってもスピードがないと当たらんとどこかの人造人間が言っていた。確かにカバは体重が2トン以上あり、短足で太った体型をしている。しかしなんと陸上では最速30キロ、うん、で走ることができる、うん、ちなみに世界最速のウサイン・ボルト氏は 100m 走の後半で時速46キロ出ていると、うん、まあ、一般人では逃げ、ボルトやったら分からへんけど、うん、一般人では逃げることができないぐらい実はカバーは速い、まあ、ボルトでも初速で40キロは出せへんのでね、そうですね、後半ですからね、うん、カバーはあれね、うん、なんかアフリカのサバンナでとか、うん、で人間を一番多く殺している動物であってもね、聞いたことありますね。非常に縄張り意識が強く、うん、こう川の中に潜んでたりね、こう、うん、泥の中にとかにね、うん、でそこにちょっとわからんと足踏み入れた人間をバッて襲うというようなケースが多いです、うん、噛み潰されるんでしょうね、なんかね、イメージとしてはなんかトラとかなんかそういうのがあってきそうな感じがする、うん、だって実はアフリカ大陸ではカバーが人間を襲うという確率が非常に高いというようなこともね、うん、ニュースになっています、うん、ね、さあ続きまして第3位、アメリカアリゲーター1465万パスカル、アメリカアリゲーターですね、北アメリカに住む大型のワニ、現在計測された最大の個体は全長 4.6 メーター、体重450キロ、獲物を噛み殺すためだけに特化した美しいフォルム、さらに歯が何度も生え変わるという羨ましい能力まで持っている、羨ましいね、羨ましいね、我々ね、もうね、あの歯槽膿漏で歯抜けたら、うん、人工的に取られちゃって、歯がガタガタなんだけど、何度もこのアリゲーターは生まれ、歯が何度も生まれ変わる、
まあ、そのため歯が折れるかもという心配を、ね、リスクを背負わんでいいということで、はい、フルパワーで獲物に噛みつくことができると。なるほどね。まさに、水弁の王者、うん、しかし一つだけ弱点があると、うん、口を閉じる力は、噛みつく力は強いんですけれども、実はこの口を閉じる力はズバン、とても弱い、はい、そうですね、うん、なんかこのワニの映像でよくね、うん、開けるとき、うん、開ける力がめちゃくちゃ弱い、噛む力は強いけど開けるのが弱いですね、はいはいはい、だからちょっと先っぽをテープでちょっと巻かれたりすると、うん、もうよくあの見ますよね、そういう映像は、うんうん、ちょっと抑えられたら開かへん、ね、そうなんですね、うん、だからこれ自然界では口を開けないようにされるという状況が存在しないので、そちらの力は進化していなかったかもしれないと、うん、そうですね、開けるということはあんまりこの自然の中で、ね、噛む力は特化した方がいいけども、うん、開く閉じられるという状況はあんまり動物にないですもんね、口を閉じられるというのは、うん、もうこう口閉じてる鼻先にガボッと噛みつかれへん限りはないですわね、うん、そういう形で第3位はアメリカアリゲーターという形、はい、続きまして第2位、はい、ジャムという形で、はい、第2位ナイロワニ3447万パスカル、ちょっとワニが続きましたね、はい、このナイロワニ最大 6.1m、 体重1トンを超える、うん、でかいですね、でかい、世界で2番目に大きなワニ、うん、極めて噛む力が強い上に鋭い歯が生えているので、噛まれると歯がしっかりと肉に食い込んで逃げ出すことが不可能、これ聞いてるだけで怖いですね、恐ろしいですね、これのおかげでシマウマやカモシカなどの大型哺乳類を捕獲することができると、うん、またその強力な噛む力は長時間にわたって持続可能で、獲物を噛んで水の中に引き込み、うん、溺れさせるのに役立っていると、まさにハンターですね、うん、水の中の水辺のものですね、水辺のね、ハンター第2位はナイルワニ、はい、これワニ、トップ3になってからワニが続いてますね、はい、さあ行きましょう、第1位は、はい、第1位は何だと思いますか、想像してみてください、一番動物で噛む力が強い何だと思いますでしょうか、僕はね、うん、カバやと思ってたんですよ、うん、なるほど、カバは4位でした、うん、ワニが来たんでね、うん、どうしよう、中島さん、噛む動物といえば、ね、噛む動物、うん、もう私ですって感じですか、いやもう歯が弱いんで、生え変わらないんでね、もう、そうね、行きましょう、はい、第1位はじゃがじゃん、イリエワニ、はい、5309万パスカル、第1位はワニ、トップ3になって、全部ワニになりましたね、ワニパニック、ワニパニックという形でですね、1位はイリエワニ、噛む力は5309万パスカルですよ、うん、これ結構差ありますよ、だって2位のナイロワニが3447万パスカルなんですけれども、うんうん、1位のイリエワニは5309万パスカルですから、2000多いですね、2000、そうですね、うん、2000多いですよ、多分ワニの中でもズバ抜けてるこの、うんうん、イリエワニの噛む力はすごいということですね、ぶっちぎりやね、はい、まあ、このイリエワニ爬虫類で最も大きい種であり、全長は最大で7メーター、うん、でかいですね、体重は 1.2 トン、うん、ワニは基本的に体が大きくなるほど噛む力が強くなる傾向があると、うん、それゆえ体が非常に大きくなる本種は強力な顎を持つことになる、あ、これそういうふうにこう理論的に大きければ大きいほどそれと比例して力が強くなるんですね、うんうん、まあ、イリエワニは全長5メーター以上になるとティラノサウルスの噛む力に匹敵するほどの顎力を持つと考えられる、うん、ティラノサウルスと同類ぐらいの噛む力がある、恐ろしい、恐ろしい、まあ、これほど強い力を持つにもかかわらず、アリゲーターと同様に口を開く力はとても弱い、開く力は弱い、うんうん、ワニは基本開く力は弱いですね、そうですね、など意外には意外弱く、ダクトテープを 2,3 枚こうね、うん、巻くだけで全く口を開けなくて、ちょっと可愛いですけどね、全く口を開けない口を開けなくてもワニの尻尾攻撃はかなり強力らしいんで、ね、うん、後ろも怖いね、まあそういう形で、まあトップ3はワニが独占したという形、うん、しかもそのワニの中でもこのイリエワニはズバ抜けて強いと、ちょっと飛び抜けてますね、うん、さあどうですか、思わないとね、うん、まあ、要はね、映像とか見ても、うん、噛んでぐるぐると回って、うん、なんかね、水辺に引きずり込んだりとか、うん、
要は、ね、あ、そうですね、ワニはね、ワニもサメと同様によく映画のね、どうありますか、あの、ありますね、ワニも、ワニとヘビとかね、クロコダイルダンディではね、あの彼がワニを上手に仕留めてましたからね、ナイフ一本で。クリントリスオブゾですか？いや、違う誰だろう、ポールマンなんだから、ね、あ、ポールニューマン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 ちゃうわ、ポールニューマンじゃない、ポールマン、ちょっと忘れましたね、ありましたね、クロコダイルダンディはありました。あれでワニが恐ろしいなと思いました。いや、全然ワニその怖い、何が怖いとかって言ったら、アメリカとかね、オーストラリアとかのそういうあったかいところの水面を歩いていると、いきなり水面からボーンってワニが飛び出てきて、よくあのワンちゃんの散歩中の人とかを襲ったりする、うん、よくニュースになってますよ、あれもう分からへんのね、あの水から出てくるまでワニがいることに気づかへんからね、静かに、うん、まあ、視覚では見えませんからね、ブワッとこう来るっていうのがまた怖いところですよね、ドッキリやね、ドッキリっていうシャレにならへんわって感じですけど、本物のドッキリやね、まあ、そういった形で、ちょっと、2つに分けて、はい、トップ10、動物の噛む力トップ10ということを我々ちょっとご紹介させていただきました、ね、人間では到底動物には、はい、勝てないということですね。まず大きさが違います。はい、まずね。なんか聞いた話で猫ですら人間の噛む力を超えてるらしいんでね。いくら飼い猫でも侮れへんところ。飼い猫がブチ切れたら。ブチ切れたらやられます。あのシャーとか言うてるじゃまだいいってことで。シャーとか言わんと噛みついてきよったら喉元噛んでくるかもしれませんね。猫とか猫科のね動物とか、ね、そういう形でね、愛らしい一面もありますが、やはり動物は。この裏には野生という部分を知っているので、そういった形で今回はご紹介させていただきました、はい、またねこの動画を見ていただける方でコメントいただければ嬉しいですですね、はい、はい、ではまた次回ありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。